皆様こんにちは。溝上新一の教育論動画チャンネルナン、no. バー248。本日は昨日配信いたしました、高瀬武先生とのインタビューの後に私と議論した内容を編集してお届けするものでございます。タイトルは、大学剣道部の小学生のの AL 型剣道教室、地域貢献と経験学習となっております。 これが昨日配信した本編動画ですね。あの概要欄に URL 貼っておきますので、ご覧になってからこの議論をお聞きください。 はい。えっ、ー、と、議論内容、大きく二つお届けいたします。えっ、ー、と、一つはですね、えっ、ー、と、地域の小学校への剣道指導、えー、そこになぜアクティブラーニング型を入れていったのかということですね。えっ、ー、と、ま、あ改めてですね、えっ、ー、と、そのお考ええー、お伺いいたしました。それから、あの、大学生が実際に、あの、小学生を、あの、指導するんですけれども、えー、どういうふうに、こう、まあ、ああの、エール型っていうだけではなくてですね、声かけとか、あの、指導とか、そのグループワークの時とかにね、えー、なんかこう、いろ、ポイントって っていうのはあると思うんですねそういう指導をどういうふうにされているかっていうのもお伺いいたしましたはいそれでは議論の様子ですねご覧くださいまあまず剣道部の中の大学での稽古とかね、えー、においてもあの本当アクティブラーニング型かなりしっかりやられていてで何よりもあのノート作りこの、はい 学生たちガンガンやってるんですよね。で、あの、この YouTube でもあ学、あの、あのま、あ少しずつですけど、あの、ノート作りのちょっとこう、途中経過みたいな、あの、いろいろこう、まとめて出していってるんですけれども、あの、で、そういうとこに剣道部とか野球部とかそんな詳しい話はしないんだけど、剣道部やっぱり普段やってるからすごい質が高いですよね。うん。あの、だから、 こういう、まあ、実技であったり、まあ、武道であったりするんだけれども、言葉の世界を非常に大事にした取り組みにね、なっていってて、で、ちゃんとあの、全国出ていきますからね、いや、本当よくやられてるなって、あの、思いますね。今日はあの、ま、エール型の剣道教室っていうことなんで、あの、まずなんでこういうふうに、こう、あの、キッズクラブでね、エール型始められたかって。ま、本学剣道部の、うん、立ち上げといいますか、あの、うん 効果が始まったのがえ、私があの大学の方に赴任して、2014年からスタートしましす、うん。10年近くなりますね。で、その中でですね。あの当時、あの本学剣道部に在籍してくれていた部員たちがですね。うん、なかなかこう、自分の言いたいことがあのこう表現できない。あるいはあ<ー>まあ、簡単に言いますと。と人間力という部分がですね、えー、低いなというところがあの私の。 直感というかそういったものをどう、えー、鍛えていくかというところで、えー、こういった、まあ、近隣の小学校さんであったりとかいろんなあの組織の力もお借りしながらですね、えー、現場に立って、えー、自分が見られる側で、えー、指導するあるいはあ関わっていくというところであの技術の習得だけではなくて人間的な成長をそこで促していくと技術の、えー、成長もあるのかなと。 いうふうに考えて、こういった取り組みを始めるようになりました。先生ね、大学生だけのこう稽古の時間とか一週間の中でのメニューの中でもね、学生同士でいろいろ言葉で表現したり、教え合ったりとか、あるいはあの自分たちで練習メニューを考える日があったりとかね、結構こう学生からこう出てくるものを言葉にして、ちゃんとプログラム化してっていうのもたくさんありますけれども、それをもっとあの拡張していろんなところでそれを え具現化するというそういうことでしょうね多分で、うん、子どもたちってなるとまた言葉違いますからね、はい、あの自分たちと日常学生同士で伝え話し合っているような言葉で小学生伝わっても伝わらないですからねでまさまさにあの教職とかねあの将来指導者とかいますからねそういうこともになんでこういう取り組みは本当いいですねあの右下の写真ですけどねいや、うん、子どもたちねこうやってあの発表させるときにた 発表ってね、でこれねあの何も何も意識してみなかったらまあ普通のなんかあ子どもたちにも発表させてるんだなっていう写真なんですけどあのその場でこう座ってねこう発表を促すような場面だって全国見ていったらいっぱいあるんですよ。うん、先生ここら辺なんか指導とかしましたあるいはこの立ってっていや立ってっていうのいいよってっていう話なんですけどね。うん、何気なない写真にに見えながら私はここに 結構ポイントをちゃんと入れててるるぞって思っ思たりす,るんですよはいあの私としてはやはり切られるということが強、うん、度が高まりますので小学生にとってはちょっと特に低学年の,あの1年生2年生あたりには酷かなーって思う部分もあるんですがあのやはりこうみんなと同じように座った状態で、えー、発表するよりもですね、えー、改めて立って、えー、みんなが注目してくれる中で発表する。 そそして、まあ、そこで、まあ、緊張はするんですけど、えー、そこで自分の頭の中にある言葉を、えー、言語化して伝えるで、それが伝わった時に、あるいは承認してもらえた時、えー、拍手を持って、えー、承認された時とかあ、よく頑張ったねって褒めてもらった時のこの達成感であったりとか、う、まあ、嬉しそうにしている顔ですね、えー、こういったところが、あのー、特に、えー、こういう活動の中では得るものが大きいのかなと。 というふうに思いまして、えー、座ってではなくて、えー、この場面だけはまあ短い時間なんですが、えー、立って、えー、発表しようと自信を持って胸を張ってですね発表しようということで取り組んでいますもう立った方がね見られる感覚はものすごく高まりますからねさき先生おっしゃってた見る見られるのねでそれが一番自己意識高まってメタ認知なんですよねだからあのまあ小学校一2年生とかあの立つだけでももう お疲れって感じですからね。あの、いや、ぜひ続けてください。あの、はい、小学校1、年生の教室の中では、あの、あの子供たちちゃんと、あの、立って発表とかね、前出てきて発表とかやりますからね。あんまり気にしないでやらせていいと思いますよ。はい、<laughs> ちょっと大学生のね、世界だとね、わかりにくいと思いますけど、あの、小学校入ったらちゃんとやってますからね。ぜひ気にせずやってください。はい、はい。あの、大学生ね、こう、 どういう声かけしてるのかなっていうのをちょっと聞きたいんですけど、まあ、12年生だけではなくてやっぱりこう小学生まだまだあの学校でもやってるけれど、まあ、こう慣れてない子どももいてでそういう子たちにこう、ね、促していくっていうことをやりながらこうそして頑張ったら励ましあの褒めてね拍手ってことなんですけどなんかどういう,こう励ますとか声かけしてるんでしょうね。そうですね、あのー、基本的にた、えー、ただ良かかったよとか、うんあの くできたよっていうような、あのぼんやりとした褒め方ではなくて、うん、あの本当に些細なことでもいいので、うんえー、具体的にですね、えーここ、こういうところが良かったと。なるほど、はい。足の動きがきちんと正確にできてたよとか、竹、えー、内の握り方が上手にできてるよとかですね、竹、えー、を振った時にまっすぐ振れてるよとかですね、何かこう、具体的なところでしっかり褒めてあげる。うんえー、まずはい、あのその時にまに言葉がけと同時にですね、 あ,のまあ言葉を発するときのまあスピードですね、あんまり早くバーって言っても子供、子はあはなかなかポカーンとしちゃうんで、えー、しっかり子供に伝えるという意味で、まあ、目線を合わせること、えー、そして目を見て、えーまあ、なるべく笑顔で、えーまあ、あの相手に聞き取りやすい口調でですね、えー、褒めてるというところを徹底するように指導はしていますい,やいいですね、あのー、その指導、続けてください。 あの、いや、もう本当ね、良かったね、ほど、つまらんなんですよ。声かけなくてね。やっぱりあの、一つでいいから何が良かったかってね、具体的に。これはもうあの、 あの、子供たちが自分たちでリフレクションするときもそうだしね。あの、こういう、例えば右下の写真もう一回、こう立って何、なんかこの時間どう過ごしたかとかね。こう、自分何学んだかって、ちょっと短い時間でも話すような時でも何を学んだかがね、具体的に出てくるようなんとかね。で、そういうのが出てこなかったときには、あの、どこがとかね、ちょっとこう聞いてあげたりして、子供たちからそれをこう、 出てくるようにね、あのそういうのもあのぜひ続けてね質を高めていってください。はい。せせ最後にまあ学生たちこうお話聞いてる限りではよくやってるなって思うんですけど、もう一つ上を目指そうと思ったらこういうところっていう発展課題みたいなのってありますか？まあ一回ポッキリのこのあの指導で終わるんではなくて、えー、まあ、なるべく継続して行ってきてるものなので、ええー、大学生の方もですね、あのまあ、指導一回って終わりではなくて。 えー、そこから積み上げていくような形で、えー、まあ、こういったあ、学外ですね。学外に出て、キッズクラブで小学生とお関わり合いを持ちながら、コミュニケーションを取りながら、あ指導したことを大学の方に持ち帰って、で大学の中での学びでもう一回ブラッシュアップして、それをまた今度キッズクラブに持っていって、えー、子供たちと交流を持ちながら指導する。で、そこでまた自分に、あの、まあ、フィードバックじゃないですけど、戻ってくるものがあるはずなので、それをまた大学に戻ってという、この循環をしっかりと、 行いながら自分の、まあ、子どもたちの成長ももちろん小学生の、ね、成長を促していくのももちろんなんですが大学生指導する側のに立っている大学生もです、ね、あの自分の学びあるいは自分の成長につなげていけるようにもともとそこを深めていきたいなというふうに感じています。